光子風圧荷重の公式に値を代入して 14.7 ニュートンです。電線の直径を x ミリと置きます。低温器の溶接の位置法では光子、乙子、大きい方を採用します。乙子の公式を使って光子の大きさより大きくなるような式を立てます。 X は12ミリ以下となるので最も大きいのは12ミリとなります。 A は3番、 B は2番が正解です。